JR 東海品川ビルは東海旅客鉄道が所有する東海道新幹線の品川駅の駅ビルで新幹線の線路及びホームの直上に立地する品川駅東口地区再開発地区計画と東海道新幹線品川駅開業に合わせて建設された港南口への自由通路を挟んで北側が A 棟南側が B 棟となっており A 棟には新幹線北口改札、B 棟には南口改札があるほか、オフィステナントとしては、A 棟に JR 東海東京本社と JR 東海情報システム、新幹線メンテナンス東海、B 棟に JR 東海エージェンシー JR 東海建設、JR 東海コンサルタンツ JR 東海武道産、新生テクノスなどが入居。また、 改札内を覗くと北口改札場に、スターバックスコーヒー、南口改札脇に JR 東海ツーアーズが店舗を構える。3階が改札外で、1から2階部がホームとなり、4から7階がオフィスフロアになる。この他、A 棟のさらに北側に単身車社宅と物流走行を兼ねた別棟があり、 こちらも含めた延べ床面積は49,931平方メートルになる。建物敷地内には特別高圧受電所も設置されている。なお、港南口正面のアトレが入居する JR、品川イーストビルは東日本旅客鉄道の所有となる。ありがとうございます。